ずっといたよ。気づくの遅くない？ああ、大親友の久美子、おばさんから聞いたよ。大学落ちたんだってね。そうなんだよね。そう、落ちたの、うん、大学に落ちたんだね。そう。ああ、なんてこと、久美子は大学に落ちた。何回やるの。傷えぐられるわ。傷えぐったんだとしたらごめん。謝るな。謝るな。謝るな。てか恵子さ、なんで私がここにいるの分かったの？だって久美子、昔からそうだったじゃない。落ち込んだらいつだってこの公園に来てた。そうだっけ。だから私気づいたの。だから私気づいたの、久美子がここに来るかもしれないと。結構ミュージカルの学校受かったんだったね。え、今なんて。だからミュージカルの学校受かったんだってね。聞いたんだ。喜びすぎでしょ。そのメイクも何なのね。私落ちてんだ。私喜んでなんかないよ。ないよ。よくそんなんで分かったね。でも久美子、一体全体何だってどうしたって落ちちゃったんだろうね、大学に。私もさ、うん、分かんないんだ。うん、だってさ、うん、学校で、うん、親からもう絶対受かるって言われててさ、ずっと A 判定で、絶対受かるって、学校もされてたんだからさ。夢見るだけ。